アウストラロピテクスアフリカヌスは、初期のヒト化生物であるエンジンの一種、2から300万年前の先進予にいた。この種より古いアウストラロピテクスアファレンシスと、同様、エアフリカヌスは、体格が、ほっそりとしており、現代の人類の直接の祖先と考えられていた。見つかった化石からすると、エアフリカヌスの頭蓋骨は現代人と同様に、大きく、 脳の量も豊かであり、アウストラロピテクスアファレンシスよりも現代人と顔つきが似ていた。A アフリカヌスが見つかったのは南アフリカの4カ所のみである。タウン、スタークフォンテーン、マカパンスガット、グラディスベールである。タウンチャイルドの頭蓋骨の複製オーストラリア出身の解剖学者、レーモンド・ダートは1924年、 南アフリカ共和国キンバリー近郊の町タウンで、石灰採掘者が見つけたに3の骨断片と頭蓋をダートの同僚が持ち帰ったものを見た。その頭蓋骨は、人情化のものと似ていたが、一方で人間と似た特徴も有していた。例えば、眼球の位置、歯の並び、そして最も重要なのはその頭蓋骨には、人類と同じような姿勢であったことを示す位置に、 石中とつながる穴があったことだった。その代行刀工の位置は直立二足歩行をしていたことを意味する。ダートはその標本をアウストラロピテクスアフリカヌスと名付けた。これがヒトの化石にアウストラロピテクスと名付けられた最初である。ダートはこの化石が類人ザルと人間の中間種であると主張した。しかし当時の科学界では 進化の順序としてまず頭部が肥大化し、ついで二足歩行になったとの考えが主流であり、ダートの主張は受け入れられなかった。当時は人類の祖先はピルトダウン人だと考えられており、その常識もダートの主張が受け入れられない要因となった。ダートの同僚の解剖学者で人類学者のアーサー・キースは、その頭蓋骨は、 若い類人猿のもの、例えば初期のゴリラのものだと主張した。プレトリアのトランスバール博物館にあるミセスプレスの頭蓋骨、ロバート・ブルームは、ダートの主張を支持した。1938年、ブルームは G.W. バーローが発見した脳収容量が4 8 5ミリリットルある大人の頭蓋骨のキャストをプレシアンスロプストランスバーレニシスと分類した。 1947年4月17日、ブルームとジョン・ロビンソンは、南アフリカのスターク・フォンテーン石灰採集場を爆破した際に、中年女性の頭蓋骨 s t s 号を発見した。ブルームは、この化石もプレシアンスロプストランスバーレンシスに分類し、それを報じたマスコミはこれをミス,ス・プレスと呼んだ。この骨にも、かつて、 レーモンド・ダートが報告したように、類人猿の特徴が見られず、むしろ人類と近い特徴が見られたため、これらの骨は後にエアフリカヌスと分類し直された。タウン・チャイルドの頭蓋骨複製の正面アフリカ東部のアウストラロピテクス・アファレンシスと同様、エアフリカヌスは二足歩行し、腕が足よりもわずかに長い。この特徴はチンパンジー属にも似ている。 ミセスプレスや STS-71 の頭蓋骨に見られるように、頭部の特徴は人間にやや近い。指は曲がりやすく、木に登るのにも適している。これらをはじめとする特徴から、より現代人に近いパラントロープス属が、エアフリカヌスから進化したと考える研究者もいる。エアフリカヌスから進化したと考えられているエンジンに、パラントロープスロブストスがある。 パラントロプス・ロブストスの頭蓋はゴリラに似ており、イアフリカヌス以上に強く噛むことができる。一方、イアフリカヌスの頭蓋はチンパンジーに似ている。脳の容量は共に400から500ミリリットルであり、類人猿並みの知性だったと思われる。また、エイアフリカヌスの骨盤は、アウストラロピテクス・アファレンシスよりも、わずかに二足歩行に適している。チャールズ・ダーウィンは、 人類の発祥のうちはアフリカだと主張したが、20世紀前半には大部分の人類学者や科学者はアジア起源だと主張していた。しかし、東アフリカのライトリで人科の足跡の化石が見つかったことから、マリー・リーキーラ・リーキー家出身の科学者はアフリカ起源説に賛成した。腰椎が現代人と同様に性的二なりを持っていたことで知られる。 最初のヒト科の生物は、エアフリカヌスである。この腰骨は、女性が妊娠中に二足歩行をするのに適している。オーストラロピテクスアフリカヌス。ありがとうございます。